い、じゃあ今日も始めていこうと思います、はい、で今回は、初めてのコーナーです。お客さんからいただいた質問コーナーというコーナーをやっていこうと思います。で今回いただいたのは、ボールの位置、僕の YouTube ではチャンネルはボールの位置って左足かかと内側の延長線上に、セットするんですよっていうふうに言ってるんですが、どうしてもコース行った時に真ん中とか雑誌とかでもボール真ん中に置いた方がいいですよみたいなふうに書いてあるんですけど、これってどっちが正解なんですかという、質問を受けましたので、今日はそれに答えていこうと思います。じゃあ、まあ早速やっていこうかなと思うんですが、ここでボール左足かかと内側の延長線上に置く理由っていうのをちょっと簡単にね説明していこうと思います。でまずゴルフクラブってスイングするとき、どうしても左側が、ね主体となってきます。そうするとスイングのエコの中心って左肩になるんですよね。でこの状態で何回も地面を擦るとクラブが地面に当たる位置っていうのは大体左脇の下になります。でその位置がスイングの最低点という形になってくるはずです。なので、ボールを左側に、まあ、左足かかと内側の延長線上にセットして、今持ってるのはフェアウェイウッドなので左脇がボールの真上に来るようにセットすれば、これクラブを上げて下ろすだけで簡単にレベルブローで打てるということですよね。なのでわりかしボールが上がりやすくて、練習場で練習する上で体がこう傾いて、ね、ピンで上げに行ったりっていう動きが入りづらいので、シンプルなスイング作りができる。でここでご質問にあったボール真ん中に置いてしまう、ね、真ん中に置いてもいいのという話なんですが、あとそうですね、これは質問ではなくてたまにある話なんですけど、使用するクラブに押してボールの位置を左にずらしていく、これはどうなんですかということなんですけども、自体は間違いではないです。で実際コースだったら練習場ほど平らなライっていうのはないと思います、ね、例えば左足がちょっと上がっていたり右足が上がっていたり、ね、そんな複雑なライがいっぱいあると思います。なのでそこでボールにスッとたどり着くことができて、一回ボールの後ろで素振りをしましょう。そうすればその地面の素振りというのはその傾斜、その斜面に向けるスイングの最低点になると思います。今地面を取ったのは右足の前でしたのでボールを右足前に置きます、まあ、この右足前に置くってことは今僕は左足下がりの傾斜だと思って振ったんだと思います。でその位置で振ればその傾斜なりの球が出てきます。ボールを右に置くという動きをするということはインパクトしか残らない、ね、この角度で当たるのが正解なんですけども、これがこのように立ちます。そうするとやっぱボールは上がりづらくなりますよね、はい、なのでボール右に置いた時というのはライナーボールが出るんだと思ってください。
日もご視聴ありがとうございました。また次回も頑張りますので、よろしくお願いします。チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。